皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の有瀬キャンパスで、今までね、学生のみんなと授業をしてたんですけども、今日はね、天気が来る、今一つですね、でもね、この動画を通じて体を動かして体も心も晴れ晴れしていきませんか。今日はですね、皆さん腸脳相関ということについてお話をしたいなと思います。腸の調子と脳の調子がとても関わりがあるということで、私たちはですね、脳からできるというよりは腸からできて、生まれてきてるんですね。お腹の中にいる時ですね。で、この腸の調子が、非常に脳に影響がある、ね、というふうに言われています。まあ、逆のこともあるんですけどね、例えばメンタル的になんかこう緊張することがあると、ね、なんかこう下痢したりとか便秘したりということもあるでしょうけれども、この反対のことですね、腸の調子が脳に影響がある。で、うつっぽいなという人は腸内細菌が乱れているケースが結構多いらしいんですよね。で、この腸の調子なんですけれども、腸の調子を高めていくにはやはりね、運動というのも大事なんですね。全臓運動を促しましょう。そして食べ物の方に関しては、添加物が多いものとか酸化している油とかをたくさん取りすぎちゃうと、やっぱり腸にね、腸の粘膜に影響があります。あとはね、砂糖の取りすぎも、いや小麦の取りすぎも良くないというふうにも言われています。まあでもね、あんまりこうね、キリキリ、こうなんかこれ食べちゃいけない、あれ食べちゃいけないってなると、余計にね、ストレスになる ということもあるでしょうけれども、まあちょっとね、頭のどこかに隅に入れておいてみてください。はい、ではですね、短時間で体を動かしていきましょう。この骨盤を動かすっていうのはとても腸の調子の働きも良くなりますので、じゃあここでですね、少し動かしてもらいますね。さあ、じゃあ短時間で、ブルブルと動きながら、調子をね、高めていきたいと思いますが、おすすめはですね、こうお腹をぐっと引き上げていきたいですね。こういう感じでブル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 、ちょっとアングルが今一つかな、ちょっとアングルがね、すいませんね、今一つでこんな感じでいってみようかな。はい、こういう形でですね、で、ずっと長時間座っていると骨盤が広がって内臓が下がって下腹ボコッと出ていてむくむんですね。なので速攻で、骨盤をすごく作用を高めたいですから、どちらの足でもいいですから、クロスしていきましょう。で、この形で1、2、3、4、なるべくね、ぐーっと体を引き上げる感じで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そして曲げ伸ばしです。1、2、3、逆にします。1、2、3、そしてお腹をしっかりして横1、2、これ背中や脇もスッキリしますね。反対です。1、2、3、そしてぐーっとこのお腹をね、ぐーっと引き上げます。で、手の方は今度は後ろで肩甲骨を動かす感じで、肩甲骨を寄せるのと楽にします。寄せるのと楽にします。そして交互に肩を動きやすい方に骨盤を動かしましょう。はい、ブル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 、グーッと開いて、はい、で、ちょっとね、骨盤を前に押し出してみましょう。はい、曲げ伸ばし1、2、3、4、5、はーいって感じなんですけども、これをですね、何セットかやっていただくと、ぐっとお腹が引き上がって、開いてた骨盤がすぼんでいきます。ブル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 、これだけでもね、すごく前臓運動を促すことにもなります。ちょっとこれやってみましょう。ブル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 、骨盤を動かしますよ。ブル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 、そして跳ねるのもですね、おすすめなんですね。食べて眠たくなるという方はですね、こういう軽いジャンプしていただくのもおすすめです。はい、じゃあ手を回しましょう。ブルブルブル、あっあっあっ、ということで、非常に短時間ではありましたが、ぜひね、何度か繰り返していただくと、グッとスリムなお腹のボディーラインになります。はい、ということで、皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。この動画を通じて運動不足解消、ほんの数分でもね、やっていただくと気持ち、メンタル的にもリフレッシュできますからね。はい、ということで、ではありがとうございました。またね、大谷でした。